はい、皆さんこんばんは、アシクサです。本日もご視聴ありがとうございます。実はこの動画ね、今日はの9月29日ということで、食う肉の日でございます。まあ今日はね、皆さんあの肉を食べていただきたいと思います。まあ今日はってもね、これ放送するのが確かもう10月入ってからかな、金曜日なんで、ね、10月入ってからです。まあでも皆さんあの肉を食べましょう。まあ牛食べたらね、豚も食べて、豚食べたら鶏も食べて、鶏食べたら羊、馬ってね、とりあえず肉は食っておきましょう。それでは今日ご紹介したいスニーカーはこちら。まあスニーカーって言っちゃったな、そっからもう間違ってるんだけども、はい、レッドウィング、レッドウィングです。レッドウィングの8100番になります。オックスフォードですね。箱はこんな感じ、後ろはこんな感じかな。オックスフォード紹介していきたいと思います。まあこれね、自分でシコシコ磨いた靴になります。こう特徴的なとこっていうのが、こう反ってるフロント、これがちょっと特徴的ですね。でまあ2回ぐらいかな、磨いたの、うん、これが左足です。まあインソールはこんな感じかな、でアウトソールはこんな感じ。めちゃくちゃ重い。はい、全く作り一緒ですね。右足はこんな感じ、後ろもレザーです。でまあこのレッドウィングのタグがね、こんなところについてるっていう。でなんでこういうブーツ紹介したいかっていうと、やっぱりこうデニムにね、スニーカーもいいですけど、やっぱりこうデニムにブーツとかね、こういうのもありだと思います。ありっつか、私どっちかっていうかこっち寄りですね。デニム履くときはだいたいブーツですね。いや、やっぱりいいわ、上から見た感じがこんな感じです。めっちゃ重い、こんな感じですね。で長いあのまあスニーカーで言えばハイカットみたいなレッドウィングもあるんですが、まあどうしたって履きやすい。でこれまあ居酒屋さんとか行くときは大体もうローカットです。一時靴脱ぎたくない。でヨガの編み上げのブーツも持ってるんですけど、めちゃくちゃ面倒くさい編み上げも。なので靴脱ぐときはこういうローカットですね。でオックスフォードとかがポストマンとかね、そういうのがおすすめですね。はい、あと意外とこう面倒くさくないっていうのが、あのペコスっていうタイプの、こんな長いね、長靴タイプの、あれも履き身に簡単なんですぐ脱げます。それもおすすめです。でもう一つご紹介したいのは、こういう古着のね、セットの T シャツ。こう V ガゼットになってるタイプですね。こういうのちょっとおすすめしたくて。この V ガゼットって何のためについてるか私わかんないんですけど、とりあえずこう V になってればちょっとかっこいいのかなと思って、こういうのちょっと探して、セットとか買ってます。何のために追従かちょっとわかんないんだ。伸びるとか伸びねえとかのやつなのかな、よくわかんない。でこれフロントと後ろに両方ついてるタイプもあれば、フロントだけのタイプもあります。
で、私持ってるこれセミヴィンテージになるのかな、90年代の刺繍タグ、刺繍タグですね、刺繍タグの90年代のリバースじゃなくて普通のスウェットですね。染み込みの3段です。でこれもフロントコ V になってる、ミニですけど、で後ろは普通、よくあの昔の生徒とかってこのフロントコ V になってるの多いんで、ちょっと V になってる方がちょっとかっこいいのかなと思ってました。 V か Z、まあ、調べればね、何のためについてるか多分わかると思うんですけど、まあ、これついてればちょっと私の中でかっこいいっていう、そんな感じです。あとはもう染み込みで、プリントは染み込みに限ると思います。それとあのこれですね、ザ・マンデーさんで作ってもらった40年代の復刻のデニムのキャップ、ハットっていうのかな、ハットになります。で自分の頭のサイズに合わせて作ってくれるのおすすめです。あのリンクちょっと貼っておきますんで、ザ・マンデーさん覗いてみてください。こんな感じ、こんな感じですね。そんな高いもんじゃないんで、もしよければ作ってみてはどうでしょうか。でね、こういうの履いて、こういうのかぶってね、でこういうちょっと昔のセットとか着てね、デニム履いて歩いてます。ちょっとこう後ろにね見えてるあの USMA のキャップとかもかぶって歩いてます。あと紹介したいのがご利用ありそうなウイスキーです。見てください、善光寺、これはあの長野県にあるお寺の善光寺、善光寺で出してるあのお寺で作ってるウイスキーじゃないです、善光寺っていう名前で出したウイスキーになります。すごいね、あの株式会社サンフーズさんっていう山梨の会社で作ってます。で、ニラサキ工場、ニラサキっていうのはね、ニラサキ高校の中田秀俊だったのニラサキ高校あるニラサキで作ってます。開封していきたいと思います。はい、善光寺ピュアモルトウイスキーチーフブレンダーが厳選したモルト原酒とニラサキ上流のモルト原酒を富士山の伏流水で割り水を行いました。甘く柔らかな味わいと爽やかな香りが特徴です。まあでもお寺のこうね模様もついでで、アルコール度数 43% のお寺の名前入ったウイスキー、うん、もう日本全国いろんなとこできるんじゃないですかね。俺の寺の名前でも作りたいっていう人いたらね、なんかできそうだけどね、うん、ね、お嬢さんも肉も食ってお酒も飲む時代になってると思います。いやスプリンターズステークス結果めちゃくちゃでしたね、まあめちゃくちゃっていうかね、2着3着4着5着ぐらいまで来たのかな、俺の予想したの1着買ってないっていういつものパターンです。はい、まず1着買ってないの来たりするね。いやーほんと困ったね。で俺の押す川田はね
札幌記念に続きまして4着でした、うん、これちょっと川田と一回話しねばダメだなと思ってました。川田さん連絡ください。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。